河津虎は、日本の政治家。1948年から死去する1979年まで、小国町町長,長を務め、その間8期15年間にわたり、全国町村会長を務めていた。町長時代には給与など、一切の報酬を辞退した。また、1957年から死去するまで自由、民主党熊本県連会長も務めており、 200もの会長職を務めていた時期もある。熊本県出身。地元で三林業や酒造で大富豪であった、彼は1942年に小国町長議となり、1948年に同町長,長、1957年に自由民主党、熊本県連会長、1963年には全国町村会長となった。1972年に、 財団法人熊本県健康管理協会を立ち上げて初代会長となった。また日本赤十字社熊本県支部長を務め、熊本赤十字病院の設立にも貢献した。彼が町長を務めた時期、1957年からジャージー牛を利用した落農を進行した。その後入量の多いホルスタイン導入の声が高まったが小国町のような山村では、 ジャージー種の方が適していると主張し、ホルスタインの導入をさせなかった。1959年に、超有地牧屋の払い下げを行い、その結果共同体として、重要な役割を果たしていた大技の影響力が低下した。また人件費や事務費などの経費削減に努めて、1963年には、小中学校の教科書無償配布と修学旅行費の全額超費負担を、 実現。1964年には国民健康保険の世帯主、家族10割給付の実施を実現した。実家の作り酒屋では国政調査にちなんだ製酒、国政が製造されている。ありがとうございます。